第八只見川橋梁は、福島県南会津郡只見町の只見川に架かる、東日本旅客鉄道只見線の鉄道橋である。より岩橋梁とも呼ばれている。通常期の第八只見川、橋梁国鉄会津線の会津川口駅、只見駅間の延伸工事に伴って1963年に、供用開始した。会津塩沢駅会津鴨江駅間の阿賀野川、 水系ただみ川の河岸にかかる全長371.10メートルの橋梁である。もともとは、タゴソーダムの建設のため、1957年に合図川口からただみを経て、ダム建設現場までを電源開発株式会社の専用鉄道として付設した時に、本橋梁は同年に完成している。本橋梁のトラスは、 三新鉄道中部天竜駅久間駅間の天竜川橋梁発生品の転用である。14年目のプレートガーダーも飯田線発生品の転用である。第八只見川橋梁を2011年7月の新潟・福島豪雨では、只見川の増水、氾濫により、本橋梁が冠水したが、貸しそいであったことと、下地式トラス橋のためか流出する事態は免れた。 しかし、川口方、鉄筋コンクリート下駄あたりの路盤が一部崩落。安全対策を施行するには4年以上の後期が見込まれた。鉄筋コンクリート下駄、プレートガーダー下駄、トラス下駄の混成形式であり、トラスは1936年製造の三菱、神戸製である。ただ味方の鉄筋コンクリート下駄及びプレートガーダー、下駄は緩やかな曲線を描いている。また、 川口方に向かって上り勾配となっている。ただ三川にかかる本橋梁は鉄道ファンやカメラマンの有名撮影ポイントとなっている。なお、撮影者に向けたものか不明であるが、より岩橋には、橋上での駐停車するなの看板が設置されている。ありがとうございます。